皆さんこんにちは、平野です。さっき起きたっていうことでね、現在は時刻10時半を過ぎているっていう感じなんですが、今日私ね、休みなんですよ。で、休みなんですけど、私がその休みの日に毎回何をしているかというと、野球観戦ですね。今日この西武戦の野球観戦の1日を撮っていきたいと思うんですが、今の時期がちょうど中間テストの、ね、時期なんですよね。もう早いところでも高校始まってるんですけど、なので今日は休みではないんですけど、まあ、授業はある日なんですけど、まあ、休みの日の平野みたいな感じで、メイクからちょっと始めていきます。ちなみにメイクは超適当です。なんかね、最近本当にこういろいろバタバタしてて、全然最近というかね、4月ですね。でバタバタしてるって言っても、何がバタバタしてるっていうと、精神的バタバタって感じかな。本当になんか忙しいとか言ってる人結構いると思うんですけど、忙しいとかね、だから結構アピール的に言う人とかいると思うんですけど、多分それってなんか忙しいというか精神的忙しさ、なんか自分が忙しいって思ってるのが半分くらいだと思います。ちなみに私本当にメイクは適当オブ適当で、今マスクしてるじゃないですか。なので上しか出さないから、基本的にこっから上しかしないですね。はい、今めちゃくちゃ適当に、まずね、最近私ね、下地使わず何を使うかっていうとね、ワセリンを使うっていうね。でその後に何を使うかっていったら、薬局でなんか手に入れたこの韓国の G9 スキンっていうエルクリームっていうのを使う。そしてその後にエスティローダー、もうこのね、エスティローダーはもうファンデーションはもう絶対にエスティローダーですね、私。そしてその後、まあ、一応粉ファンデをパパパパパってこんな感じです。これ一応ね、シャネル使ってます。これね、眉毛はね、重要なんですよね、めちゃくちゃ。まあ、でも今前髪なんて見えないんで、本当適当なんですけど、私描かないとね、本当に毛が薄くて眉毛がないんで、こんな感じで、まあ、山をちゃんとここに作ってあげて、私眉毛を剃ったりとか抜いたりとか手入れとかって一切してないんですよ。でもこの眉毛のなさっていうね、でもともとあんまりない、薄いということがあるので、こうやって眉毛をね、でめちゃくちゃこうね、適当にやるわけです。こんな感じで、はい、眉毛できた、終わり。アイシャドウもう全てがこんくらいすり減ってるっていうね。私のね、多分この視聴者の人って結構こうおじさん層が多い気がする。男の人がやっぱ多いんですよね。なんか多い女の子見てくれてるのは、私の友達とか見てくれてると思うんですけど、だからこのメイクの動画を出したところで誰も別に興味ないというか得しないというか感じなんですけど、まあ女の顔面をこうやって作られるよってことで。そして次、一番大事なのがこれですね、アイライン。だいぶ普段の平野になったんじゃないでしょうか。ちょっとなんか濃いな今日。 The next one、終わり。はい、ということで、メイク終わり。なんかね、いろいろメイクを撮ってる時にもペラペラ喋りながら撮ってたんですけど、途中でなんか集中しちゃって喋んなかったんで、早送りにしました。で、まあ
ちょっとね、今ほんとマジヒートテックやんみたいな感じなんですけど、まあちょっとそれ置いといて、髪の毛はめちゃくちゃ今こうやってもう本当に起きたばかりですんごいボサボサなんですけど、あの髪の毛は今日はあの完全の時はあのあれしようかなと思ってます、髪結ぼうかなと思ってるので、多分寒かったら下ろすけど、なのでまあいいかなと思って、まあ、とりあえずこのままですね。でこれから何をするかというと、今日のその生徒のテストの対策の教材をちょっとこれから作っていこうかなと思います。ということで帰宅をしました。負けましたね。本当にね、途中までめちゃくちゃ激アツ展開で、あの3点ね本当に差がついてたんですけど、それをその後3点差返してっていうね形で5対5の同点に追いついたんですが、で負けてしまうという。あとね、今日はね守備のミスも多かったですよね。なんかまあホークス側も多かったんですけど、ライオンズ側もね多かった。これで点を取られて、って感じだったんですが、今日はねこう休みの一日とか言ったんですけど、全然休みでもなんでもないですよね。普通に仕事してるし、めちゃくちゃスーツ着てるしって感じで、でね観戦にも仕事をそのまま行ってっていう感じで、でもまあ本当に野球観戦は楽しめましたね。まあ、負けたけど、ここからちょっとまたね、まだ 4.5 ゲーム差とかなんで首位と、まだねこの5月終わりということで全然チャンスはあるので頑張ってほしいなというふうに思います。最後はね何目線だよっていう感じの、ライオンズに対する何でしょうね、なんか話してしまいましたが、まあこんな感じですね。たまにはこんな感じの動画もいいかなというふうに、思いまして、ということで私はもう疲れたので寝ます。おやすみなさい。